空中神殿みたいな感じ。こんだけの遺跡を独り占めできてるってゾウさんいっぱい凍ってたんでしょうね。ゲートですね、すごい。のびたび。はい、どうもこんにちは、じゅんやです。バフノンテンプルっていうのかな、なんかよく分からへんけど、ここはね多分初めて来るとこで、アンコールワット遺跡巡りシリーズと題しまして、アンコールワットのね遺跡を巡ってるんですけれども、なかなかあの立派なね遺跡っぽいの見つけたんで、ふらっと訪れてみました。まあね、その本日は2020年の4月9日でありまして、まあ世界中がねコロナでなんかね全人類の半分以上が行動を規制されているようなとんでもない状況の中、カンボジアはね、緊急事態宣言も別に 0.00 何%ぐらいしか出す可能性ないよみたいなことをフン・セン大統領が言ってたとか言ってないとかっていう話を聞いたような曖昧な情報なんで、あんまり気にしないでください。まあそんな状況にね、たまたまカンボジアにね入れるという巡り合わせによって、こうやって観光客のほとんどいないアンコールワットを巡ることができているというね、ありがたい話なんですけれども、猿がおるね、すっげー緑の沼地、何これ。てか干上がっているね、雨あんま降ってないんかな最近で。モンキー注意の看板がねさっきあったけど、なかなかごついモンキーおるよ。なかなかごついモンキーおるから、まああんまおやつみたいなの持ってないから狙われへんかなって思うんですけれども、襲いかかってきたら怖いね。ちゅう感じで、なかなか素敵な廊下やね。この廊下というのが、このね参道というのが、これ水多い時は両サイドがもう池みたいにはなれへんわな、この感じやったら。その辺はでもね、うん、ここまで水が来ることはないやろうけど、ちょっとした池にはなってるんやろうけど、多分普段もここもね観光客でなかなかの賑わいを見せてるとこやと思うんやけど、誰もいません。地元の人が、お掃除係の人がね、地元の人らはいるんですがね、ここで観光客相手に商売してる人らはねマジで大変そうです。結構頑張って声上げてね、俺が自転車こいでると遠くの方からおばちゃんがね、ここなーっつって something to drink つって言ってくれるんですけど、水持ってるし、さっきマンゴーとパイナップル食べたとこやから、残念ながらねお買い物を仕上げられなかったんですけど、わー立派な木、この高いのも立派やけど、あの向こうのわってこう広がってんのもかっこええな、美しいな。いいね、こっちもほら、おーわっと美しいね。入っていい感じやねこれね。ちゅうことで扉も開いてるんで入ります。上がってきました。はい、こんな感じでね立派な通路を通ってきたのが、なんちゅう名前やった、フェーなんとかみたいなね、 PH なんちゃらかんちゃらみたいなスペルやったけど、もう覚えてません。ほうほう、あ、この中は入られへんのか。ずっとこれも渡り廊下みたいになってたんでしょうね。今柱だけになってるけど、どこに持ってかれちゃったのね、廊下の部分は。ちょっとじゃあなんか中は入られへんっぽいから、ここはでも柵してないな、入ってへんか、どうなんやろ、ちょっと様子見やな。くるっと回ってみよう。はい、 Be careful と書いて
たよね。これ頭上注意だね。はい。あ、こんな感じになってんねや。あ、全然普通になんか入っていけそうな雰囲気よね。まあどっちしろこのメインのやつには侵入できなさそうな感じするね。うん。まあとりあえずこの周りをこうぐるっと回ってみますか。なんかいいもんあるかな。このこことかだってめちゃくちゃすごくない？こんなんどういう風なね、この直線よ。こんなんどうやってやったんやろうね。めちゃくちゃ綺麗やで。ちょっと見てみたいよね、当時の作ってる時の様子とか。お、ウェイオブビジットやん。なんだ、いけんじゃん、この上。なんや、いけんねやん、この上。これぐらい急な階段、前来た時登った思い出があるぞ。ここじゃなかったかな。実は来たことあるとこかもしれん。めちゃくちゃ急。あ、行きやがったわ。人がね、いないから思う存分ベラベラ喋りながら楽しめます。ウェイオブビジット、さらに上行けるやん。ああ、なんか絶対登った気がする、ここピーケアホーね。あ、なんかこの急な階段、そうかそうか、すげえ今記憶が今ねふわっと入ってきた。登った気がする。なかなかやで、この急な感じ。おお、いいじゃん。いい、あ、来た。このなんか天空の城っぽい感じ。空中神殿みたいな感じ。なんとなくじゃない。絶対ここ来た。あ、ほら。この景色めっちゃ覚えてる。多分。めっちゃ覚えてるわ、多分やけど。なんか当時ね、なんか18歳、17歳ぐらいの女の子2人とね、今泊まってる、ちょ、景色いいやんけ。今泊まってるね、シティプレミアムで、なんかね、なんかバーベキューみたいなことやってる時に、なんか近所に泊まってるっていう女の子と知り合って、明日なんかアンコールワットガイドさん付きで行くんですよ、つってね。ほな、俺もちょっと参加させてや、言うて。その方が、あのね、一人当たりの支払い減るし、お得やろ、つって、うまいこと言いくるめて、まあその、ね、若い女の子二人と、ガイドさんにね、連れてきてもらって、来たのがここでした。あ、閉まってる。こっから上は行かれへんねや。あのなんかすげえなんか次元の狭間みたいなとこ、ファイナルファンタジー5の次元の狭間にありそうな空間行きたかったな。ここも十分なんかそんな感じするけどね。いや、これをね、こんだけの遺跡を今これ独り占めできてるってやばない？この空中神殿を独り占めできてますよ、ほんまに。いや、これ最高やわ。贅沢すぎひん？俺そんなまあ遺跡フェチでもないんやけど。ちょっとこれ降りんの怖いで、高いで、急やで、これ、これですよ、これですよ。ちょっと怖すぎひん。誰もおらん、誰もおらん。あ、ここ涼しい、ここめっちゃ涼しいわ。
ね、誰もおらん。誰もおらん。いやー、贅沢。で、また急、これ。すごく急。よいしょ。はい、降りてきたよと。ウェイオブビジットはこっちまで。こっちは入られへんねや。なんでやろ。順番が決められてるようですね。立派やな、しかしこれも。まあ今はね、カンボジアにはね、ほぼ入国は無理みたいな状況になっているのかな。まあコロナが収束してね、そういう規制とかなくなって飛行機が安く飛べるようになるまではなかなか来ることができないんでしょうが、ぜひね、そういうのが全部ね収束してまた自由にね観光できるようになったら、このアンコールワット、アンコールトム、ぜひね来てみてください。めちゃくちゃいいとこなんで。多分、うん、そのね、収束して徐々に良くなっていって早い段階で来たら、まだ観光客少ない状況のアンコールワットを見れるんじゃないかなと。一気に増えたりっていうのはないんじゃないかなと思うんやけど、まあ日本がね多分収束段階に入るのは結構世界的に見てもちょっと遅れそうな気がするから、先に海外がねどんどん収束して、まあ、中国なんかもね、武漢が解放されたとか言うてますから、先にそうやってね海外の人らがわーってまた動き始めると、こういう状況を見に来るのは厳しいかもしれないですが、まあね、普段の観光客が多い状態でもね、見る価値はねすごくある遺跡やと思うんで、ぜひねカンボジア観光をねしに来て、こっちの現地の人たちにもねいっぱい、商売をね繁盛させてあげていただきたいなと思ってる次第でございます。はい、なんか裏側に出てきてしまった。ん？なんかねこうやってウェイオブビジットがね道を示してて、俺の自転車のある方向にどうやって戻ったらいいんやろ。指示通りに動いてきてしまったけど、向こう側にどうやって帰ったらいいのかな。うわー、これも美しいなー。これほら見て、美しいで、この辺の木全部。まあということでね、カンボジアぜひ来てみてください。コロナが収束したら、でシェムリアップね楽しんでみてはいかがでしょうかっていうね、ちょっと観光案内っぽい締めで終わりたいと思います。さいなら。テラスオブエレファンツ。はい、どうもおはようございます、純也です。アンコールワットのね遺跡巡りシリーズ、まあ2日目なんですよ。昨日ね一旦ね疲れたから帰って、でまた2日行ける県なんで、この期間限定でね、ということで2日目も朝から来てみました。で、テラスオブエレファントということでね、まあゾウさんのテラスということで、ここで何でしょうね、ゾウさんの飼育管理でもしてたんですかね、うん、そう、ここはねアンコールトムっていうとこなんですが、隣にねアンコールワットっていうのがあって、まあアンコールワットなんで、ワットっていうことはテラなんですけど、こっちのトムは一体何なんでしょうね。王宮とかなんか王様のあれなんですかね。ちょっと何も調べてないから適当なこと言ってるんであれなんですけど、まあ相当広い敷地なんでね、多分王族が住んでたんじゃないかなと、予測されるわけでございますが、そこで多分ゾウさんいっぱい凍ってたんでしょうね、おそらく。全部想像ですよ、全部想像ですけど、そんな気がします。そのテラスオブエレファントがここやったという想像です。
今はねもう観光客が全然おらんからゾウさんもね見かけないんですが、5年前に来た時はね、ゾウさんをねなんか観光客に、観光客がゾウさんに乗ってね、巡るみたいなことをやってるのを見かけたんで、まあゾウさんに馴染みのある遺跡なんでしょうね。あ、寝てはる人が一応あってね、従業員がねいたりするんですが、多分まあこの入り口的な感じで、この奥がゾウさんがみんなパオーン言うて過ごしてたんじゃない？知らんけど。で多分ね今正面に見えたあれが昨日最後に行ったね天空の神殿みたいにすごい階段登っていって、上の方はなんかすごいいい感じの次元の狭間みたいになってるところですね。まあ立派ですよね、すごい。この門にしてもあれにしてもこれにしても、すごい技術やと思う。まあそんな感じで行きましょうか、次のとこにね。今日はね、昨日はねだいたいアンコールワットで、こっちのアンコールトムのバイオンなんちゃらっていうとこと、砂丘だね隣のパッファーなんとかっていう、その天空のね神殿みたいになってるとこの3箇所回ってみたんですが、今日はねさらにそのアンコールトムをねブワーッと上に突っ切っていって大回りっていうコースらしいんですが、それを巡ってみようかなと思っております。で、途中でねここもちょっと気になったんで、ちょっと寄り道してみたっていう、そんなゾウさんのテラスでした。なのでねこの道をねまたずっと向こうに走っていきます。なんかね水の中にある寺なのか何なのか、なんか池がね四角く池があって、その中にある建物とかね名前をねちょっとね忘れたんですけど、となんかいろいろあと 2,3 箇所回るんで楽しみに待っててね、はい、お、トゥクトゥクが止まってる、観光客かな、あ、地元の多分カンボジア人やな。カンボジアもねそういえば昨日ね、まあクメール正月っていうカンボジアのお正月で、お正月休みのはずやったんですけど、まあお正月休みでやっぱ帰省すると、そっからまたウイルスがね、あちこちに広がって、ホヤになってまうから、ちゅうことで、大統領がね、もう、おめえら休んでんじゃねえよ、つって、お正月休みを延期にしはったんですよ。休んだやつは2週間隔離で、働かれへん状況にしますよ、ということを、お触れが出されたんで、州境なのかな。今、なんか封鎖されてるみたいです。行き来できひんように。カンボジア内でね行き来ができなくなってるってこともあって、カンボジア人の観光客もしばらくは来れない状況になっている感じですね。だからほんまもうシェムリアップのね近所に留まってる人たちだけが今この遺跡を楽しむことができるというね激レアな状況なんで、とりあえず今日一日ね、もう一日堪能して帰りたいと思っております。ほなまあこの先をねずっと行って、次のね、なんていうとこやったかね、名前は忘れたけど、そこをまたご紹介したいと思います。アンコールトムのゲートですね、すごい立派なゲートです。こんな感じになっております。裏口をくぐったのは初めてのような気もします、ね、堀がねずっともうほんま自然にできた川みたいになってるんですが、見た感じでもうぐるっとね囲っているまさにお堀ですよね。こんな感じでいい感じのね川のように流れております。はい、ということでねプレア館の方まで行きますのでお楽しみに。はい、うっかり動画を最後まで見ちゃったあなた、ありがとうございます、よかったらねチャンネル登録と、親指ボタン、ベルマークのボタンポチッと押して、
コメント欄で気軽に話しかけていただければこのおっちゃんめっちゃ喜びますんで、よろしくお願いします。ほなまた別の動画も見てってくださいね。さいなら。